手で苗を植える。この体験が子どもたちにとって大きな実りになりますように。高知市五台山の田んぼで今日、五台山小学校の5、6年生合わせて23人が稲作体験学習を行いました。これは学校で毎年取り組むもので、今年で29回目。地域の人に借りた10アールの田んぼでもち米の苗を植え、生産の苦労や収穫の喜びを学びます。今日は地元の五台山保育園の年長児19人と高知市の桑名龍吾市長も参加し、地域の人たちのアドバイスを受けながらみんなで田植えをしました。子どもたちは田んぼの泥の感触を楽しみながら一つ一つ丁寧に苗を植えていました。ドブにもはまりながら植えたりするのがすごく楽しかったです。稲を取ってお餅を食べたりするのは楽しみです。楽しかったです。お餅食べたいです、早く。難しかったところは同じ間隔に植えたりするのが難しかったけど、楽しかったところは泥がぐちゃぐちゃでバランスを取るのが楽しかったです。今日植えた苗は9月初めに児童が収穫し、その後餅つきをしたり給食でおこわにしたりしてみんなで食べることにしています。